にちは、吉田さはらです。今日はハノン2番を解説していきます。この曲でポイントとなってくるのは、この楽譜にも書いてありますが3と4の指になります。上行形の時は、右手に4343という動きがあり、下行形の時は左手に4343という動きがあります。そこで、早くなってしまったり、早くてなんかパラララッと適当になってしまったり、こんな風にこういう風にいびつな形になったり、あとは逆に3の指が強くなってしまう。3の指は4の指に比べて強い指なので、強くなりがちという、現象が起こりやすいです。ですので、そうならないためにこういう感じの練習しましょう。ミラソファ、これ止まる。ソファ。最初はこういう大山が綺麗に描ける。で、その後は綺麗に滑らかに降りれるか、下行形の時は最初にこの谷が滑らかに弾けるか、で次にこの上行形、これが滑らかに弾けるか、練習をしてみるといいんじゃないかなと思います。